戦闘開始。 驚異的なナルトの力に触れた大内丸は早々に天地教から立ち去ってゆく。暴走の収まったナルトはヤマトたちと共に大内丸たちを追走し、ついに彼らのアジトを発見。そしてその内部へと侵入するのだった。 日の揺らめく薄暗い地下アジトに突然爆発音が響き渡る。現場に到着したその目に映ったもの、それは探し求めていた友内葉佐助の姿であった。佐助と共に 木の葉への帰還を願うナルト。しかしイタチへの復讐にとらわれたサスケにナルトの声は届かず、両者の意志は激突するのだった。 サスケ君、なんで？ 俺の目的、その邪魔をするのだ。お前たちを消すまでだ。ナルト君、ああ、こうなったら力ずくだってばよ。戦闘開始。任せて。行くよ。援護しようか。行くよ。サスケは池に善戦する第七班。しかしその思いは最後までサスケに伝わることはなく、サスケはオロチマルと共にナルトの前から立ち去ってゆく。サスケを連れ戻すにはさらなる力が必要だと感じたナルトは、カカシと共に真実エポクの修行を開始する。時同じく綱手のもとに木の葉に接近する二人の暁の情報が入っていた。綱手はいくつかの正体を暁に送り込み殲滅を試みるも、屈強の暁相手に被害は拡大していく。確実に迫り来る暁。しかしその進行に立ちふさがったのは暁の標的である渦巻きナルト本人だった。お前の球技だ探す手間が省けたな。真実で決めてやる。戦闘開始。俺ってば強くなってる。ナルトの活躍により、各図は倒され、再び平穏な時間が訪れた。そうして、ひとときの休息が過ぎた後、第七班は改めてサスケ捜索の命を綱手より受ける。サスケを求め、森をかけるナルトたち。そんな折、とある一人の暁と遭遇する。その名をトリと名乗った暁の者は挑発を繰り返し、ナルトたちを苛立たせるが、君らごときが僕に勝てるとでも思ってんの？無理無理。こいつも暁だっていうのか。高橋先輩。ああ、こんな奴に時間をかけるわけにはいかないな。俺の道を邪魔するってんならこじ開けるだけだ。戦闘開始。ここは僕が行くぞ。